なエンバペがイエロー覚悟でピッチに入った理由がこちら。フランス代表のユーロ初戦、エンバペは無念の出血で交代もなぜか交代間際にピッチ侵入。エンバペ何やってんだよ。エンバペ、もう試合出れなそうだし、イエローもらってでも一人少ない状況でプレイ続けさせたくなかったから無理して残ったんか。エンバペ、あんなに失血してる中でチームのために遅延行為まで行うの良くない行為とはいえ、勝利に対する欲求がとてつもないな。褒められた行動じゃないがなんか少し感動した。エンバペ審判が交代させてくれないからイエローもらってプレイ止めて交代ってことなのかね。そうなら賢すぎる。エンバペ無意味なイエローやったな。無意味ではないわ。エンバペがあれやらないとフランスは10人で守る必要があって、エンバペがピッチに入ってプレイが止まって交代できたから。バペマジで心配や、多分鼻折れてたよなあれ。エンバペ初戦で負傷する、鼻が折れたらしいが次戦以降はフェイスガード必須。エンバペいなくてもフランスは強いとはいえ残念。フェイスガードつけると視野が3分の2くらいになるらしいから、かなり重いハンデだな。これで優勝したらかっこいいが、ドイツ応援してたのにフランスも応援したくなっちまったよ。フランスにはお前が必要や。